おお、見てごらん、石井くん。すごい。あれが新しいダイナミックタワーだよ。大きいね。大きいな。最新の仕掛けが入ってるらしいよ。へえ、すごいね。ちょっとさ、入ってみようよ。いいじゃん。うわあ、すっごいな。おい、石井くん、見えるかな？見えるよ。うわ、放送しちゃった。はい、こんにちは。まーちゃんねるまるです。はい、今日はこちらですね。うん、カールトミナのレバーで連続発進ダイナミックタワーです。はい、ということでですね、こちらはカールトミカの新商品だね、うん、ダイナミックタワーってものすごく大きなね、うん、このタワーでございますね。まさにダイナミック。そうだね。箱の裏を見てみるとこれぐらい大きいのかな。いや、じゃあ早速こちらのダイナミックタワー開けて遊んでいきましょう。はい、中にはこれだけパーツが入ってましたね、うん、そして取扱説明書とあとステッカー入ってましたね。はい、じゃあ早速作っていこうか、うん、じゃあ最後に95番のエンブレムをつけて、はい、完成しました。大きいね。大きいね。これは大きいね。ちょっとエイシン君横に並んでみてよ。じゃあちょっと95のあたりまで立ってみようかな。ああ。これ高いよ。そうね。結構あるね。うん。はい、ではこのダイナミックターンにカールトミカを実際走らせてみましょう。はい。このね、エントリーボックスに最大4台まで入れられますね。うん。今手元に4台あるから入れていきます。入れましょう。うん。じゃあまずジャクソンストーンを一番上に。次にクルーズランで。はい。で、次はライトニングマッキンで、うん、最後にメーター。最後はメーター、うん、はい、じゃあこれでいきましょう。で、発進するときはこのレバーを下げますね。はい、じゃあやってください。せーの。おー、したー。すごいね、うん、一気にトンネルの方まで行ったね、うん、それで跳ね返ってきたけどね、はい、この部分つまみがあるでしょ、うん、これをですね、こう下に押すことでパーキングガイド、うん、これを上げることができますね。だから一回こう流れてると、これほらパーキングロットに入るちゃんとね、うん、それで走行トレーニングをしてんだね。そう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 、こうね、ちゃんといろいろこうねパネルがあるけどね、うん、じゃあ次は2番目のパーキングガイドを上げましょう、うん、じゃあこれで、じゃあ2個目いくね。はい、おー、いったクリス・ラミレスが2番目のパーキングロット入りましたね。次はマックイーン。やった。おー、いった。じゃあ次は最後のパーキングガイドを上げてメーターだ。メーター、いってらっしゃい。いった。おー、いいね。すごいダイナミックだね、ほんとね。はい、このね、上まで上がっちゃったタワーをどうやって元に戻すかっていうと、ここにね、解除ボタンがあります、ね、うん、これを解除にして、で、つまみを持ちながら下に下げます。おー、ね、全部下がった、ね、うん、じゃあもう一回やね。はいはい、じゃあまずフリップドーバーを一番上に、うん、次はライアンインサイドレニーを2番目に、じゃあ次はダニーシュワベッツを3番目、じゃあ最後にバッバホイールハウス。はい、じゃあ行くよ、はい、じゃあまずはスピードスロープを見てみましょう。はい、せーの、ほい。おー、早い早い。じゃあ続いてこのスーパーバンク見ていきましょう。はい、じゃあ行くよ、せーの、いってらっしゃい。といった。ここさ、道が広いからいいね、うん、これこっちにも行くし、こっちにも行くんだよ ね、 ね。じゃあ次はトンネル見てみましょう。じゃあ行きます、はい、せーの。おー、来た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 。トンネルは後ろにレバーがあるね、うん、それでレバーを上げるとまた発進する。いってらっしゃい、はい、じゃあ最後にパーキングロット見てみましょう、はい、どうやって入ってくるかな。せーの、いってらっしゃい。おー、来た。せーの。いいね。おお、見てごらん、石井くん。すごい。あれが新しいダイナミックタワーだよ。大きいね。大きいな。最新の仕掛けが入ってるらしいよ。へえ、すごいね。ちょっとさ、入ってみようよ。いいじゃん。うわー、すっごいな。おい、エイシンくん、見えるかな。見えるよ。うわ、放射しちゃった。逃げないと。
かったうわこれで衝突しちゃうようわぁパパうわなんだエイシンくんが操作してたんだそうだよはいということで今回はカズミカレバーで連続発進ダイナミックタワーで遊んでみましたけどエイジン君どうでしたこのスーパーバンク早かったねあすごい早かったねギューンっていくのがすごいそうだねあとレバー操作がすごい楽しかったこれめっちゃ爽快だよねガシャン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 ってねそんなわけでカズミカレバーで連続発進ダイナミックタワーは説明概要欄の方にリンクありますのでぜひチェックしてみてくださいはい、はい、ということで今回は以上でございますバイバーイ